はい、こんばんは、手前でございます。今日はですね、こちらの方、北陸自動車道の南城サービスエリアというところにやってまいりました。で、今日はこちら南城サービスエリア、あちらの方にありますけども、そのサービスエリアの横にですけども、こちらのような南越前町のこの道の駅南越前3階にというのができます。今からオープニングセレモニーです。そちらの方の取材となっておりますので、よろしくお願いします。はい、こちらマーケットプレスとなっております。お土産などに来るようですね。見て美味しい、食べて美味しい、ひまわりで作ったフルーツハーバリウム、そのまま食べて OK、 サラダアイスクリームかなって身元あります。すごいね、なんか変わってるね。花火、見た目綺麗やね。こちらが道の駅の駅長さんのおすすめとあります。普通一般で福井で見るお土産ってのがあんま少ないから面白いね、これ。あ、うん、なんか特殊っていうか、あまり聞かないものがいっぱいある。あんで北陸のお菓子とかもあるんだね。あ、結構広いんだね。向こうが、向こう、こっちから先がめちゃくちゃ広い。若狭ビール、これ何がね、越前そばビールって。え、ちょっとこのネーミングに惹かれるな、これ。梅に味噌のビール、はあ、酒がいっぱいだね。奥さん、お野菜、ここは地場産業、あ、地場産業なんだ。マコモ岳にエリミ。椎茸、ありがとうございます。あるよね、すごい。何、福井県のお土産大地に選ばれましたって。初めて知ったんだけど。え、何、つるし柿チョコレート、熱くね。なんか柿のチョコレートでしょ、つるし柿。ああ、すげえ。トマトジュースはよくわかるけど、ハスうどん、この南城っていうのはハスが有名なのかね。ハスがいっぱいありますね。今城もそば、ハス、うん、梅は河野だね、これ。要は三海里でいうところの海が河野村、まあ、旧河野村かな。道の駅にお刺身ってすごいな。すごい、さすがやね。この南越前町河野地区は漁師町ってことやから、鮮度抜群で入ってる。いろんなものが売っておりますね、本当面白い。あとフードコートの方を回ってまいります。今城そば、ジュラックさん、ステーキ&グリルの一番物産、こちらヤマンバーさん、先ほどこのアルコールビールでいただきました。そしてこちらがフィールド&ホイールさん、とてもうまかった。こちらは海鮮丼を売ってます。選ぶパターンなんだ、一貫ずつか、すごいね。市場直送選び寿司、いろんなバイエティがある。はい、ゴロゴロ肉のゴロの勢となっております。で、そしてこちらの方は、ドリンクバーさん、こちらの方、ビールの方はノンアルコールビールでございますけども、ノンアルコールものを扱ってますけども、大阪屋さん、バルがあります。そちらからご購入でございます。
目。はい、ゴロゴロ肉のボロネーゼとなっております。意外と今までで一番食ったんで、お前本当に持ってんだ。マジで。後でちょっと食ってみ。味の表現がわからないけど、あの麺がまず麺って言ったらかな。パスタや。パスタ。パスタのこの質がなんか全然違う。本格的。うん。うん、あ、もちもちだわ、ほんとね、お肉の味付けもまたうまい。ちょっと後で食ってみ。もらおう。多分、ちょっと驚くかもしれない。あかんな、俺食レポは見たかも、俺。あ、これちょっと食いづらいかもしれない。あ、まあ、そうよ。やべと、俺トマト。俺のトマト。トマトとチーズと、まあ、マルゲリータなんで、トイレがあって、はい、じゃあ3階の方に行ってまいりましょう。はい、こちらキッズルームとなっております。お邪魔します。このような形となっております。そしてこちらの方がテラス席というか何になってるかな。で今外出てきまして、こちらの方が外の方が南城サービスエリアとなっております。ですからもうそこの南城サービスエリアがそこにあったところから、もうすぐそこに脇に一周駅の南越前三海里さんがございます。ですからもうほぼもう高速の付帯設備みたいなもんです。こういう滑り台がある。でこちらの方がロング滑り台となっておりまして、道の駅から外れてこちらの方に行くとこのような下の公園へ向かうことになっています。ただ大人の子で乗ってもいいのかな。もう乗りたいな。いいか。ちょっと乗ってみよっか。6歳から12歳用って書いてある。あ、絶対。やめとこう。コンプライアンス順次と。いいと思うけどね。本当。親が一緒に乗れないでいいと思うけど、ちょっとやめときます。そして駐車場なんですけども、こちらが南城サービスエリア。こちらの方はプラットパークになっております。駐車場はこのような広さとなっております。130台ぐらいかな、普通車がっていう風になってまして、大型車も8台ぐらいが止めれるスペースがあるそうです。この1階の部分っていうのが一般国道から来た場合のこの入り口となります。そしてぐるっと回って南城サービスエリアがあったところの、こちらが南城サービスエリアのスペースで、あそこの方が、高速から来た場合の入手となっております。だからほぼほぼもうサービスエリアと一体化してますね、もうね、これね。はい、そしてこちらの方が公園がございます。そしてなんかだね、ピザのシャトーみたいなのがあります。はい、じゃあこちらの方が南越前三海里さんの本体になってます。こちらの方が滑り台、先ほど見たもらったと思いますけども、あの滑り台の方から降りてきているところにこのような公園がございます。だから子供さんとかめちゃめちゃいいと思いますよね。そしてあちらになんかシャトー、ピザのシャトーみたいなのがありますけども、安定的にもなんか金ありますね。なんだろう、あれ全部鳴らしみたいな。あ、なにこれ、ふわふわじゃねこれ。子供言えろ。マジで。これがふわふわがあって夜になるとなんか鳴ったら照明が光っていいものがあるそうです。でブランコありで高速があって、だから結構高速で飽きたお子さんなんかここで遊ばせるのもいいかもしれない。あ、じゃあちょっと俺らが登ってみようと。これ俺らの鐘な、これな、鐘鳴らしてもいいんですよね、これ。もう全然いいですよ。僕親子で誓いを誓いを完全限定ではないです。あのケーキはもうないですけど。あ、バベルの塔だってこれ。何それ、バベルの塔だ。さあ、次は我々だ。お、面白い。結構急だね。お、すげえ。なんか、おお、穴開いてる。結構急だぞこれ。あ、やっと届いた。おお。夜間は鐘鳴らすって。あ、鳴らす。おめでとうございます。
はい、これが、南城サービスエリアと道の駅南越前3階の全体図ですね。で最後はこうやって皆さん鐘を鳴らして帰りましょう。ということで今日はこれまででございます。おやすみなさい。マセヘマでした。ありがとうございました。